光を超えるためのフロントエンドアーキテクチャというテーマで、発表させていただきます。まあ今回光を超えるってなんだよみたいな話あると思うんですけど、さっき自己紹介かな、ミッチです。フリーランスで、2年目かな、フリーランス2年目で、それまでベンチャー3社ぐらいでゲーム会社とか、教育の会社とかいたりしました。でフロントエンドが、専門なんですけど、リアクトとかノード JS とか SPA とか PWA っていう感じで、どっちかっていうとノード JS から入門して、かつ最初のゲーム業界だったから、そっちの方にスピードパフォーマンスチューニングっていうのはむしろゲームクライアントみたいな文脈でチューニングしてたりします。あと、Twitter のアイコンに書いてる通り、趣味はオーバーエンジニアリングです。あと見えないけど、ロケーションのところでサイの河原でディブを積むって書いてるんですけど、皆さんディブ積んでますか？はい。そうですね。で、今日話すこととして、大きく2つに分けてきたんですけど、16ミリセカンド以上と16ミリセカンド未満っていう大きな壁があると思っていて、そこで、どういう戦略を取ると光っていうものを意識しないかっていうことを考えて資料を作ってきました。で一応話すこととしては、キャッシュ設計とかマイクロチューニングとか、あとリッチクライアントとか、こうすごい賢いクライアントとかでのパフォーマンスなんですけど、一応話さないこととしてフレームワークに依存する話、なんかリアクトとかビューとかアンギュラーとか、なんか最近また新しいウェブコンポーネンツベースのやつとかいろいろ出てきてますけど、そういう話はしません。で、あとサーバーでの、実際こういうチューニングしていくとサーバーでのクエリコストがみたいな話になると思うんですけど、今回はそこは、あまり意識しない、むしろネットワーク超えたら負けみたいな。なので、それが300であろうが500であろうが3000であろうがあまり気にしないっていう感じです。で、この話をするにあたって一応共有しておきたい前提があって、すごく大きい主語を使うんですけど大きい主語、この宇宙では光がすごく遅い、たった秒速30万キロしか進まないんですよ。たった30万キロですよ。これがどういうふうになるかっていうと、実際に分かってる方はもうこう出すまでもない資料ですけど、国内だと20ミリセカンドとか、アメリカ西海岸、これ海底ケーブル、専用の海底ケーブルがあって、むちゃくちゃ速いやつがこの前サメにかじられてちょっと止まったりしたんですけど120ミリセカンド、あとヨーロッパまで行くと200ミリセカンドとか260ミリとか、僕リーグオブジェゼンズってゲームやってたんですけど、スペイン人とやると400ミリセカンドとかになってゲームにならないんですよね。アクションゲームで400ミリってもうなんか話にならない、本当に話にならない。で、それに比べてハードウェアの性能って、一般的なディスプレイって、60Hz から100、ハイエンドで 144Hz とか最近いますね。あと VR って結構高いレートを要求することが多くて、なぜなら人間の性能がやっぱそれぐらいあるからで、90Hz とかで、じゃあ人間の知覚ってどれぐらいで更新されるんだろうと思ってググってきたら、70Hz から 100Hz ぐらいと言われていました。でこれなんかフリッカー融合温度っていうのがあって、脳内で画像を合成するのをなんかキャプチャした結果そうなってるみたいな感じで、あんま詳しくないんですけど、大体目安としてこんぐらいみたいな形になってました。だから VR90 っていうのは割と根拠がある数字ですね。で、じゃあこれを踏まえてフロントエンド技術の目的ってどういうふうに設定するかっていうと、小さいスコープとしてはリッチクライアント環境で、すごい賢いやつクライアントを組めばサーバーにアクセスせずに済むから、低遅延環境、もうフレームレート16ミリセカンド以下、 60fps がつまり16ミリセカンドですね、1フレームが、それを、いろんな小さいポイントで局所局所で達成する。で、大きな視点では、そもそも通信を発生させないけど、させたくないけど発生したとしたらそれを最小限に抑えるっていう感じです。というわけで16ミリセカンド以上の世界から考えていきたいんですけど、遅延を考えていくと、これレイルモデルっていうのになんか詳しく書いてあるんですけど、16ミリセカンド以下はリアルタイムですよね。として、50ミリから100ミリって、遅延は意識するけど、そこまで不満はないかなっていうレスポンスタイムです。で、300ミリセカンドとかになるとちょっと不満を感じてみて、1000ミリ、1秒超えると
人間がだいぶ不満を覚え出すっていう感じですね。まあ、これちょっとさらにどういうアクションかでさらに分類が変わっていくんですけど、例えばページ遷移で1秒はまあいいかなと思っちゃうけど、ページ遷移で3000ピン超えるとさすがにやばいなみたいな、やばいというか、まあモバイルだと最近平気で10秒とかかけて遷移しますけど、まあそういう環境がある。でこれがアニメーションで僕が動いて公開しようと動いてないやつです、ないんですけど、これ DevTooとサイトでリンククリックしたら、ページをのリンクをクリックしたら一瞬で画面が遷移してるんですよっていうのを、これよくデモで PWA のデモとかでよく見せてるんですけど、もうすごい身も蓋もないこと言っちゃうと、サーバーがどうこうっていう話って本当にどうでもよくて、フロントから見るとフロントの低遅延環境を目指すと、構築済みの HTML を CDN のエッジから返すと早いっていう、ただそれに尽きるっていう話ですね。で、まあもちろん裏で先読みしておくと早いとか、クリティカルパスがみたいな話もあるんですけど、基本的にはその CDN エッジで HTML を返すというのを一応の戦略としておくわけです。で、例えばまあこれすごい雑な図ですけど、クライアントから CDN があってサーバーがあって、 CDN って地理的にいろんな場所にサーバーが置いてあって、一番近いユーザークライアントから行くんですけど、アプリケーションサーバーってこう、まあ、何らかのデータセンターとか DB が置いてあるところまで行かないといけないんで、まあ100ミリとか1000ミリとかかかっちゃいますよねって。でなぜ既存のアプリが遅いかっていうか、まあ、DevTo みたいなアプリから見ると既存のアプリがすごく遅く思えちゃうんですけど、でなぜそれが今までできてなかったかっていうと、 CDN のエッジがやっぱ賢くないんで取り扱いが難しいっていうのがあると思います。で CDN のエッジってそもそも、まあ、キーバリューストアになんか毛が生えたみたいなものですよね、多分。これ S3 とかクラウドフレアとか、そういうものを想定しています。一回、リクエストがキャッシュ付きで通ったらそれがキャッシュされているのが、まあ、何らかのキャッシュインバリデートルールで消えるみたいな。まあ、あとそもそもキャッシュっていうのも難しいし、サーバーがリクエスト全部さばくよみたいな、レイルズとかララベルみたいな世界観だと、こういう発想にそもそもあんまなりにくい。でそこで、まあ、キャッシュアウェアな設計みたいなものを考えていくんですけど、まあ、これすごい単純なクライアントサーバーモデルがあったとしたら、まあ、間にエッジサーバーがいる、まあ、CDN エッジですね。でこれすごい雑の図ですけど、いろんな層にキャッシュが仕込まれるわけですよ。これもう本当にあんまりいっぱいキャッシュがある以上の意味はないです。なんかローカルストレージ使ったり、サービスワーカーのキャッシュ使ったり、エッジのキャッシュ使ったり、エッジクラウドワーカーとか、エッジで動くファンクションみたいなのを使ったりとかするわけですよね。で例えばこういう戦略が取れるはずで、まあ、デベロッパーが CI にプッシュするとエッジキャッシュを全部削除しながらサーバーをデプロイして、サーバーはエッジキャッシュを更新しながらぐるぐる回るっていう図ですね。で更新系が走ると、まあ、そのキャッシュを捨てるわけですよ。で具体的に言うと、初回リクエストだとなんかすらアイテムズ123が欲しいっていうのがクライアントに要求されると、まあ、それをサーバー側でレンダーしてエッジに保存しつつ返すんですけど、2回目以降はこうなる、2回目以降ってほとんどのユーザーはこうなるっていう話で、エッジキャッシュが持ってるんで、まあ、サービスワーカーはいてもいなくてもいいんですけど、この際は、まあ、20ミリとかエッジの地理的な、都合によりますけど、そういう速度で返るから、まあ、早いよねっていう当たり前の話ですよね。で、ただその例えばアップデートアイテム123、まあ、よくわかんない ORM を経由して ID123 を捨てたら ID123 に紐付くエッジキャッシュのやつをサーバー側のロジックが裏で消しとくっていう処理をする。こうしとけば消した後この処理に行ってまたこうなるっていうことですね。まあ、これがループすれば、だからサーバーっていうのはひたすら更新系に合わせてインバリデートルールを発行するみたいな感じになります。で、まあ、参照系っていうのは単なるキーバリューストアで、URL をキーにしてその HTML があるとか、まあ、HTML 以外もいろいろキャッシュは賢く組めるんですけど、賢くというか単純に組めるんですけど、まあ、参照系はとにかくキャッシュを当てる、で更新系は何らかのフックでキャッシュを破棄する。で
大事なのはやっぱキャッシュにセッション依存情報を使っちゃいけないっていうので、これなんかこの前メルカリとかがちょっと事故ったやつですよね。あのキャッシュの中身に他人のクレカ番号が入ってしまって、更新すると他人のクレカが見えちゃうみたいな事故があった。でそういう情報、これだとセッションに依存するビューって書いてるんですけど、よくあるあのヘッダーってなんかユーザー情報入ってて、なんか右上にプロフィール画像があって自分のっていうやつって、まあここだけレイジーに構築する AJAX で、まあフロントエンド視点だとこういう風なのが最適化になるっていう話。あとはここら辺から難しくなってくるんですけど、そもそもキャッシュってどういう組成でなのかなって考えると、まあこれは右上が HTML なんですけど、ユーザー7 と、アイテムの123とコメント345とコメント347、これもう本当に適当な数字なんですけど、っていうのを考えるとキャッシュすらアイテムズの123っていうのはこれらを全て属性として持つわけですよね。ユーザー7、まあこれらを、でそれら一つでも更新系デフが走ったらこのキャッシュは捨てなきゃいけないっていうのを、何らかのインデックス情報を自分で旅する必要があります。まあ難しいですよね。でただこれキャッシュするのは HTML 以外でもよくて、まあ、SPA とかだとそもそも HTML キャッシュしたくないっていう人があって、それを構築するための JSON が欲しいっていうふうになるんで、まあコンテントリクエストタイプと、コンテントタイプか、コンテントタイプで HTML だったら HTML 返すけど JSON だったらそれを構成するための JSON を返すみたいな設計に取得っていうミドルウェアを仕事で書いたりしました。僕はフラックスの JSON を丸っと保存するみたいな感じでしたね。あともうこっからまたややこしいんですけど、そもそも副作用がある処理と純粋な処理っていうのを頑張って区別しなきゃいけないっていう話になるんで、まあ、例えばプロミスが出現するのってキャッシュマネージャーに何らかの形でこのアーキテクチャとアクセスしてるんで、まあ、プロミスがあるっていうのは分かりやすく更新系である。ただ、まあ、フェッチとかだとキャッシュは更新するけどデータベースは更新してないからまたさらに難しいんですけど、まあ、意味的にはこう参照系なんだけど実際にはキャッシュを副作用があるみたいな振る舞いをするので、本当に副作用があるアップデートアイテムっていうのがこれがいろんなキャッシュインバリデートを走らせるキーになりますねみたいなのを考えていくと、とにかく副作用とがあるないしでむちゃくちゃ気をつけてこのコーディングをすることになって、それってなんか関数型プログラミングのなんかモナドみたいな話、モナドの構成みたいな話になったりします。でまあここまで言ってきてなんかこれ複雑すぎるじゃんみたいな話になると思うんですけど、なんか例えばバーニッシュのサロゲートキーズっていうのはこのキャッシュキーの組み合わせ管理っていうのはもうサーバーのミドルウェアでエッジサーバーのミドルウェアで実装してあって、まあ、正確にはバーニッシュで実装してあるんですけど、サロゲートキーズとかサロゲートペアだったりするんですが、まあそれらで管理するっていうのが一つで、あとまあ ORM のフックで発行するっていうのが、まあ、アプリケーション側からできるアプローチで、例えばこれ Rails のアクティブレコードにアフターセーブってフックがあるんで、こいつを使って更新すると発行する。多分他の ORM にもあると思います。なんか最近 ORM って言ったら怒られる雰囲気ありましたね難しい、なんか古巣なんでちょっと言いづらいんですけどまあでは考えるんですけど、サロゲートキーズができるなら使用化してほしいよねみたいな気持ちを和穂さんとかに言ったりしました。あとまあそもそもエッジが複雑だったらエッジが複雑な挙動に対応すればいいっていう発想があって、例えば AWS のラムダエッジ、エッジで動く AWS ラムダとかクラウドフレアワーカーズ、これなんかなぜかサーバーサイドでサービスワーカーが動くっていうよくわかんない実装なんですけど、まあ、あとファストリーのクラウドプラットフォーム、これはなんかこれもなんかよくわかんなくて Web アセンブリーが動いたりするなんか謎に賢いエッジのアプリケーション、まあこういうところでサーバーサイドレンダリングとかしてもいいみたいな感じですね。いや、 やりたければで、ここまでなんかすごい真面目な話をしているかのように聞こえるかもしれないんですけど、これ、まあ、大規模なプレイヤーがむちゃくちゃ迫られて必要実装するもののように
思えるかもしれないんですけど、単純に CDN がでキーバリューストアだから、これは単にレディスで、サーバーっていうのがつまり MySQL でみたいな置き換えって考えてもいいんです。で、まあサーバーっていうか、まあ何らかの処理を行う層に達したら嫌だから、レディスに、分厚いレディスがむちゃくちゃ賢く動いて管理する、つまりはアプリケーションがキャッシュに気をつけた、キャッシュアウェアな設計かどうかっていうのは、あまり規模には関係ないと思います。振る舞い、エッジ、サーバーを構築する場所がどこかになるだけですからね。で、まあすごい大雑把に言うと、まあネットワークにアクセスしたら負け、CDN から先にアクセスしたら負け、DB でクエリを飛ばしたら負けみたいな。まあこれ、まあ当たり前の話ですよね。当たり前っていうか、なんかある種の最適化を行う人には。で、あとは先読みみたいな話があって、まあ投機的にキャッシュを構築したい。例えば使うかもしれないデータを先に読んじゃうっていうのがやっぱ一番いいんですよ。で、例えばこれあるページを見ていて、リンク P1、リンク P2 があって、P1 は、HTML と JS と CSS とイメージから構成されているのが分かっていれば、それら全てを、取っちゃう。P2 にとっても取っちゃう。で、まあそれらをいろいろ実装する方法はあるんですけど、最近あの W3C にプレロードっていう実装があったり、GitHub の、リソース、すいません W3C のリソースヒンツだったりで、これはあとサーバープッシュ、つまりサーバーからお前絶対このリソースが必要だから裏からプッシュするぞって言って、すでに実は溜まっているっていうのを送ったりするっていう、まあ仕様によっとった方法もあるんですけど、単純にフェッチを雑に投げまくるだけでも効果があります。ブラウザキャッシュに乗るから。で、例えばなんですけど、これすでに応用している例があって、あの Next.js っていうあのリアクトのサーバーサイドフレームワークあるんですけど、これは HTML をあるページにあるエントリーポイントでビルドするときに、リンクレルプレロードっていう、さっき の, あのこれですね、あのプレロードのスペックに応じたタグをヘッドにひたすら挿入するっていう振る舞いをし、必要な分だけ事前に書いてある。だから、CSS とかでブロッキングされても、プレロードタグが事前に静的に解析されて頭に入っているから、基本的なリソースは裏で全部読み込まれているという振る舞いです。あと Next.js のリンクタグ、リンクトゥーっていう要素があるんですけど、これにプリフェッチって属性をつけると、その属性についているものが事前にこうガーッと収集してくる。だからまあこれをあの P1、P2 に関するのがプリフェッチついてたら必要なものを取ってくるってわけですよね。で、これが面白い。で、面白いのがこれを紹介したいんですけど、これ Google が出している Guess.js っていうあのライブラリなんですけど、あの Google Analytics 互換の API でユーザーの行動を収集して、で裏に十分にデータが溜まったら、それらを使って機械学習でユーザーの次の行動を予測する。予測した結果、これも一緒なんですよ。最終的にはリンクレールプレロードの先読みタグをヘッダにガーッとこう注入していくっていうことをやってくれて、これするとすごいあの嬉しいんですけど、多分ユーザー数がある程度以上いないと機能しないんで、大規模なデータ抱えてる人は試してみる価値があるかもしれない。ちなみに IE とかだと単に見せるだけなんで、あの入れとく、リンクレールプレロードは本当に入れとくって感じですね。で、まあこれ、まあ、さっきと同じやつなんですけど、これって先読みしてて、マウスが乗った瞬間に裏でバッあのもうすでにフェッチが飛んでるんですよ。あの全てを収集するんじゃなくて、あの Dev2 のページに関してはマウスがこうオンマウスした瞬間にフェッチが走ってます。あの Dev2 ルーツとか見ると分かります。で、ただまあ実際にやっていくとどうなるかっていうと、あのやっぱユーザーと CDN の待機、まあ、CDN の待機自体は遅くはならないんですけど、まあお金、マネーの方ですよね、あんま使うとお金がかさむんで、できるだけやっぱ減らしたい。あとユーザーの待機をむちゃくちゃ使ってもやっぱあのギガ足りない問題が起こるんで、僕 の, あの iPhone も今制限されてて、秒間14キロくらいしか落ちてこないですけど、まあ来月まで待ってますって。あの、まあ、つまり賢い先読みを、実装するっていうのは、現状人手がかかることで、まあ、頑張って
プレロードタグ書いていくと効果があったりなかったりするんじゃないでしょうかみたいな感じですね。まあ、あと、まあ、さっきも言ったように Next.js はやってくれてるんですけど、他の Web アプリケーションフレームワークも潜在的にはやれるはずなので、それらのミドルウェアとして実装するのが多分一番いいんじゃないかなっていう気がします。ただまあコードが綺麗じゃないとそもそも副作用と純粋関数の分離とかできないんで、そもそもコードが綺麗じゃないといけない。つまりすごいメモ負担がいってしまうと、コードが綺麗だったらキャッシュが踏めるみたいなすごい悲しい話です。綺麗なコードを書きましょうって感じです。で、はい。でここまで20分だよな。うん、で、まあ、じゃあここから16ミリセカンド未満の話をしたいんですけど、ここまでがもうネットワークを使った話でした。ネットワークにそもそもアクセスしてしまう場合、ここからはネットワークにそもそもアクセスさせたくないっていう話ですね。で、16ミリセカンド未満ってやっぱどういうものかっていうと、ユーザーにとってはまあ連続して途切れず連続して続いている。だからボタンを押したらそのレスポンスが即座に返るとか、アニメーションがこう高いフレームレートで動き回っているとか。だからクライアントの視点だとデータ的にはインメモリデータを扱っているか、もしくはバックグラウンドでユーザーに内緒でこっそりやっているか。まあ内緒ではないけど、インジケーターは回るんでね、ネットワークつなげてたら。でこれらってなんかもう本当に泥臭いマイクロチューニングの話になっちゃうんですけど、まあ大きく分けて初期化の最適化とフレームの最適化があると僕は思っていて、例えばスクリプティング、 JavaScript の評価時間のことです。 JavaScript、 でかい JavaScript 読んできたら例えば React とかで React、 React とも合わせて 170KB ぐらいあるのかな。それらを、モバイルでダウンロードする時間じゃなくて展開する時間、ライブラリだけをで1秒とかかかったりするんですよね。正確にちょっと測ってないのに忘れましたけど、まあ、1秒とか、まあ、500ミリとかかかったりする。でつまりもうフレームワークそのものがまあでかすぎるみたいな話になって、まあ、ライブラリを頑張って減らすっていうのが一つの手。例えばロダッシュとか皆さん使ってると思うんですけど、ロダッシュってもうなんかものすごいでかいんですよ。あれあとあれか、なんだっけ名前忘れた、デートタイマー使うやつのロケールファイルが全言語入ってくるやつ、モーメントだ、モーメント JS のロケールファイルを日本語と英語以外落とすっていうことをやると、なんか突然に100キロぐらい削れたりするみたいな、そういうのありますよね。でこれらはやっぱ、まあ、貧弱な CPU 環境での最適化にすごい有効で、JavaScript をダウンロードする時間じゃなくてイーバルする時間っていうのが今、結構頑張って削らないといけないものになってます。あとまあいろいろな手段はあって、例えば ES2015 のダイナミックインポートって必要になったらインポート A from B みたいなやつじゃなくて、インポート関数みたいなやつで必要となったら取ってくるってやつですね、っていうのは ES2015 のスペックにあるんですけど、これを使えば必要になるときまで JavaScript を評価しないでネットワーク上に置いとく。ただし、まあ、そのままだと遅いからプレロードタグと一緒に使ったりするっていうのがある最適化なんですけど、まあ、ES2015 なんで、まあ、IE とかで動かない。IE 以外はみんな実装しているってやつなんですね。辛いですね。で、まあ、なので、ウェブアップはどうしてるかっていうと、コードスプリッティングって機能で JavaScript を複数分割してダイナミックインポートを行っているかのようにつなぎ合わせるみたいな技法が、よく取り上げられて、まあ確かに動くんですけど、まあ Webpack 疲れを起こす原因の一つみたいな感じですね。まああと Webpack にはデッドコードエリミネーションって機能があって、まあ依存性的に依存解析して使ってないコードをドロップするっていうことをやってくれるんで、コード量がだいぶ削れるんですよ。多分ES2015 で書いてると結構なコードが削れます。リクワイアで書いてると、聞いたり聞かなかったり、なんか設定によっては聞くんだけど、まあ、大体は聞かないので、 ES2015 で書くっていうのはそういうメリットもあったりします。あとこれ面白くて紹介したいんですけど、 Facebook 一時期一瞬話題にあって全然使われてないんですけど、 Facebook のプレバックってのがあって、こいつはまあコードを静的解析して定数畳み込みを行うっていう、なんかある種のコンパイラーのなんか配分 O3 みたいな
振る舞いをするんですけど、まあ、なぜこれ畳み込んだ結果、畳み込むためのコードがランタイム自体をめちゃくちゃ増やすっていうのがめちゃくちゃ面白いですね。いや、まあ、ただデモは面白くて、これフィボナッチ10を実行してるエグザンプル、これ公式エグザンプルなんですけど、フィボナッチ10をこれをコンパイルすると、コンパイル後のコードではフィボナッチを実行したということは残らずに単に55になってる。あ、でもこれって実際僕やったこういうことやったことあって、手作業で回転行列でなんか斜め見下ろしクォータービューみたいな画面を作りたいっていう時に、二次元アフィン変換って言って、回転行列でガーッとこう45度回転させるっていうコードを書くんですけど、その計算が少なくなるように事前に手計算で解いたものをコードに埋め込むみたいなっていう処理が、これを使えば速くなるんですけど、まあコードは現状増えるんで、プレバックの最適化に期待ですね、まあ、現状。あと、まあ、レイアウト抑制、これ、まあ、これどっちかっていうとこの辺レンダリングのパラメーターとしてデブツールズが最適化しろって言ってくるんですけど、ここら辺はなんか UX とかの事情でよく語られることが多くて、例えば要素幅を変更すると親方向に全部再計算が走るんですよね。でこれが、まあ、計算量を多くするっていうことはあまりないんですけど、まあ、あるんですけど、まあ、基本的にはないとして、こいつはなんかこう、ローディングが走った瞬間ボタンの高さが1ピクセル増えた結果、全てが1ピクセルピクッピクって増えるっていう、あの体験がユーザーにとってはすごく悪いっていうのがあります。で、まあ、最近だと多いのがスケルトンスクリーンっていって、その要素を占めるだけの同じ高さの箱を仕込んどいてすり替えるってやつですね。Facebook がこれやってるんで多分よく見ると思います。あと Google とかも最近はやってるのかな。でこのモックをなんかレンダリング後のものから動的にさらにモックを生成し直してみたいな、なんかよく分かんないやつとかがライブラリがさらにあったりして、なんか何が前で何が後なのかみたいなのがなんかよく分かんないと思いますね。まあ、これやると、これは UX がどうこうじゃなくて、レイアウトの計算量から見ると結果として UX がうんぬんみたいな話と同じところに行き着くっていう例です。で、まあ、アンプに学ぶレイアウト抑制なんですけど、まあ、アンプってGoogle がやってるなんかやたら厳しいHTML サブセットなんですけど、アンプ使うべきか使わなくていいかはなんかちょっと議論が分かれるんで強く言えないんですが、これのプラクティスは便利で、 CSS これ全部インライン化しないといけないんですよ、アンプ使うと。でこれを使うことによって、例えばHTML を評価したら初めて CSS の依存が分かって、それが レイアウトに必要なものを取り入って、取り入って帰ってきたらさらに CSS を評価して展開される、その一連のステップがインライン化しておくことで省けるっていうことですね。ただしその代わりに CSS が本来ならいろんなリソースで共有しているはずのものがヘッダーのインライン、そのコンテキストに応じたインラインのヘッダーに展開されるので、キャッシュのヒット率自体は落ちちゃう。HTML にキャッシュ、それぞれの HTML のサイズが増えて、なんかその結果体験がまあ良くなる。だからまあこれクリティカルパスって言うんですけど、最初に見るときの一番大きな領域、だからヘッダーとレイアウトの属性をだけ書いておくとか、まあそういうことをやったりします。大事な、僕が大事なのはヘッダーだと思っていて、ヘッダーの連続性って SPA においてすごい重要な体験なので、ヘッダーの高さと色さえ合ってればぶっちゃけいくらでもごまかしが効いたりする。キータのヘッダーの昔僕が最初に実装した時に、なんかこうガタンってなって、こう最初に展開した時にページ全体がヘッダー高さ分こうガタンってなっちゃったから、それを抑制するためにこうとりあえず高さだけ予約しておくみたいな感じになってます。で、まあ、あとはオフスレッド処理、最近だとウェブワーカーに処理逃がそうみたいな話があって、この結果ウェブワーカーに重い処理を逃がすっていうのは結果的にスクリプティングも抑制されるっていう結果になります。でこの辺ちょっとなんかデモをしようと思ったんです。これは後で余裕があったらやりますね。概要だけ言っていくと、すごいでかいマークダウンをコンパイルしようとすると、まあ22ミリとか30ミリかかる。これってつまり
あのテキスト依頼要素で入力中にブロックされるんですよ。こう入力中にこう実際でもそれはバックグラウンドで行って返すから、まあ基本的にはユーザーにとってはそのドムに挿入される一瞬が16ミリを超えなければ OK っていう感じになります。あとこれをさ、あとバックグラウンドでフレッティア入れたんですね。フレッティアをブラウザでも使いたくて、でただそのフレッティアのランタイムが 1.2 メガくらいあっていろんな言語 の, あのフォーマッタが同梱されてて、それを多分削る方法はあるんですけど、あの公式に配られてるやつが全部同梱されてたんで、あのそれを削るため、それを直接メインスレッドで評価するとやっぱすごい重いんで、ウェブワーカーで初期化させるみたいなことをすると体験が良くなって、まあまあどうせプレティアなんてそんな頻繁に呼ばないし、裏でなんかこっそり初期化しとけばいいやろみたいな感じでやると体験が良くなりました。でまあマイクロチューニングちょっといろいろ話してみたんですけど、実際には複合で発生するんで、あのよく例えばスクロールとレイアウト計算ってよくあの問題になるやつで、画面をスクロールしてるときにあのあれですよね、あの広告が貼り付いてくるじゃないですか。あれって、あそれもう怒らもうできなくなったんだっけ確か、あとアドテク業界、まああれってまあなんで切られてたかっていうと、あのスクロールするたびに再計算されるんですよね、広告を出すための位置が。でそのためにウィンドウのあのゲットコンピューテッドプロパコンピューテッドスタイルか、コンピューテッドスタイルって使った瞬間に本来遅延されてるレンダリングがその度に呼び出されるっていう振る舞いをする。その結果レンダリングジャンクと呼ばれてる、あのまあちこう本来呼ばなくていいレンダリング処理などが挟まってどんどん遅延していくっていうことが起こります。あともうなんか悲しいことになんかフレームワークがいろんな前提を暗に仮定してしまっていて、それら特有の事情でなんかこうなんか悲しい最適化することよくありますよね。あのリアクトの手動コンポーネントアップデートとか必要枠なんですけど、なんか結構辛いですね。あのそれに関してはなんか辻健くんがリアクト の, あのやつ喋ってくれるんで、僕じゃなんか後で聞いてください。で こ, ういうでこれらの時にどういう設計パターンを組むかっていうのをまたパターンに落とし込めると思っていて、まあ、大きく楽観的な UI とクライアントファーストと僕ザメインスレッドって話を持ってきたんですけど、まあ、楽観的 UI、 これ何かオプティミシック UI とか言うんですけど、これってすごい単純な話でリクエストが常に成功したことにしておくんですよ。でサーバーに問い合わせた結果はまあ知らないけどなんか成功してんじゃないってことにして進めちゃう。で失敗したら裏でロールバックする。だからつまりこうなっていて、ログインフローとかそうですよね、あの基本的に確認ボタンを押すだけなんだけど、まあサーバーのレスポンスが待ってしたくないんですよ。特にログイン画面の回遊率ってあの遷移って大事だから。だから裏ではそのどこまで入力したかっていうデータを送ってるんだけど、ステップ1ステップ2ステップ3確認みたいな時にステップ1、2、3は裏でライトしてるだけってやつですね。でもし仮にそれらに不整合があったら、裏でその多分プロミスをアウェイトせずに取ってて、あの裏でエラーが起きたらステップ2でエラー起きたからステップ2に巻き戻せみたいなコードを書くわけです。でこれいつ使えるかっていうと、やっぱネットワーク上に分岐があるとダメで、あの常になんかこうエラー塗るオアエラーみたいなあのリザルトタイプのが来るときしか使えないんで、でもまあ結構使える場所あって、ログインフローとか、あとツイッターのライクボタンとかもうライクしたらそれはライクしてることにしてしまう。だからもう押した瞬間なんか謎のあのすげえ派手なアニメーションがボワって出てきますよね。あれ多分まだ成功してないんですよ裏で投げてるだけだから。あと面白いのは記事の投稿とかって、あのブログの記事の投稿とかってユーザーが全てのデータを持ってるんで、基本的には次のプレビュー画面とか次の投稿後のデータを持ってるものは全部データを持ってるから、自分で関係して次ページに遷移できるみたいなパターンもあります。あとクライアントファースト設計、例えば、なんですけど、まあ、例えばじゃないな、まあいいや、あの、クライアントで、今までってやっぱサーバーがあってクライアントっていう話だったんですけど、これはクライアントがあってサーバーがあるっていう発想にし直すんですね。で、サーバーっていうのはつまりデータがシンクされるだけだ。で、つまりクライアントっていうのは、まあ、特にこれ、どっちかっていうとモバイルとかデスクトップとかのアプリケーションって自然とこうなってるんですけど、単に独立して自分自身でぐるぐる稼働できるんですよ、ネットワークなくても。
なんだけど、ステートの情報はサーバーにバックグラウンドでシンクされている。で、ステート1に、なんかサーバーではいろんなユーザーのステートを持ってて、で、何らかの API がそれらをガーッと収集して、例えばなんだろう、スコアボードを作りたいとか、ゲームだったら、なんかゲームの各ユーザーのなんかマネーとかを取ってきて、金持ちランキング作って、それをスクリプトで参照する。スクリプトっていうか何らかの API として実装して参照する。で、まあバックグラウンドシンクしたり収集するときにバリデーションが走るって感じですね。で、これらはまあできる時とできない時があって、まあ、自己完結してる時です。で、やっぱ他のユーザーとのデータを相互に相関したデータを扱う時っていうのは、予測ができないのでこれは先は使えない。だからゲームとかツールとかですね、なんかブログとかブログ記事とか手元にあって他人とこう共有して実際にパブリッシュするまで更新することないんでローカルデータに入れっぱなしでいいんですよ。で、これは Firebase と相性が良くてっていう感じですね。ただこれまあ多分話聞いてえって思った方いっぱいいると思うんですけど、これ分かりやすく改ざんに弱いっていう問題があります。で、特にモバイルアプリとかだとあんま問題にならないんですけど、ウェブクライアントってとにかく改ざんに弱くて、チート体制が、まあ、皆無、デベロッパーツールズ開いて保存されてるエンドポイントを書き換えられたらどういう経路で書き換えられたかとか正直分かんない。で、真面目にそれらを検証しようとするとなんかピアツーピアで相互監視とか、なんかトランザクションをどっかのブロックチェーンに書き込んで検証とか、なんかそういうことになっていってしまって、まあやりすぎだから、まあそういうのはなんか DApps とかの人に任せたいですね。なんかこう DApps とかが発展してくれれば、デセントライズドなやつが発展してくれればこういうのがもっと手段が増えるかもしれない。あと、まあオフザメインスレッドっていうのは、まあ Google 方面でよく言われてるやつで、まあ、UI スレッド以外に処理を逃がそうっていう感じで、まあ、今までってこういう感じだったと思うんですよ。メインループがあって JavaScript がいて DOM を書き換えてレンダリングされて UI イベントが飛んでくる。これ普通の話なんで、それがこうなるという話で、メインループがあって JavaScript があるんですけど、この JavaScript レイヤーがメインスレッドではめちゃくちゃ薄くなる。薄くなってポストメッセージでバックグラウンドワーカーで主な処理が全て行われるという感じ。さっき言ってたフレッティアを置く、さっき言ってたフレッティアの話はここにフレッティアを置くみたいな話です。あとマークダウンコンパイラーとかもここに置いてます。で、その結果 DOM に何らかの副作用を飛ばすんですけど、それもポストメッセージで最終的な何らかの薄い JSON だけ飛ばして副作用を起こすみたいな。これ何がいいかっていうと、まあスクリプティング減らせるので、初期化の体験をよくできる。あとこれはまあどっちかっていうと制約なんですけど、ビューとデータを自然と分離しないといけなくなるんで、まあアーキテクチャ強制ギプスみたいな感じですね。ドム触れないコード、だからユニバーサル JavaScript とかノートで返したようなコードを、まあ、ワーカー側で要求されるという感じです。で、ちょっと時間ないんで、時間ないってここら辺から僕もなんか資料を作る時間もなかったんですけど、まあいろんな指標があるんでライトハウスで撮ってください。で、ライトハウスの紹介とかしようと思ったんですけど、なんかもうライトハウスの紹介無限にあるんで読んでください。で、これただ PWA 系を過大評価してるんで結構癖がある。まあなんかパフォーマンスとかいろいろ見れます。 Dev Tools も紹介を書こうと思ったんですが、この本読んでください。マホさんと潜水さんの僕も書評書いたんで、書評っていうかなんかもう紹介文で、最後になんで再利益化するかっていう話だけしておきたいんですけど、なんか高速化って高速化自体はやっぱ目的にしない方がいいと思っていて、最適化するなっていう、次に最適化するなっていう話ありますよね。なんか格言で誰だっけ忘れたけど、まあ要はその綺麗なアーキテクチャが組めるとその結果として最適化できる余地がある。で、あとコードの綺麗さと速度って僕は両立すると思っていて、逆にコードが綺麗じゃないと最適化できないんですよ。で、アーキテクチャでこうさっき言ったようないろんな設計パターンで綺麗に整理しておくことで生まれるなんか余裕みたいなものが初めてあって、初めてキャッシュを構築できる、キャッシュとかを考える余地ができるという話だと思っています。で、参考としては、僕が書いた記事2つ
キャッシュフレンドリーな設計について考えモテザメインスレッドの時代っていう記事2つあるんで紹介しておきます。終わりです。お疲れ様でした。